皆さん、こんにちは。時計専門誌クロノス日本版編集長の広田正行です。ベスト一でプレゼンツクロノス日本版チックタックトーク。アフタートークとして、今回のゲストにお招きしたのはニューヨークの嶋佐和也さんですあ。ありがとうございました。どうありがとうございました。いや、いやいやラジオありがとうございました。いや、こっちらこそです。いや、で、嶋佐さんね、ロレックスを、まあ、ラジオでお話し,しましたけど、はい、ラジオ。で、お話した通り、はい、ロレックスを昨年の10月に買ったエクスプローラー。 えっとそうですね2023年買って、はいはい、まさかね。いや確かにその売れっ子の芸人さんだから時計は手にするだろうと思ってましたけど、はいはい、そこまで買ってなかった、はい、買ってなかったですね<そ>本当にもうここだからその2年前にあ、去年かだからもうちょっとロレックス一発いったろうと思って。 でも、はい、でもその前例えば違いましたね。吉本とかだったら割とね、はい、みんな持ってる人いっぱいいるからそうですね。はい、みたいなもんなかったんですか。すね、いやいやっていう単純に手出なかったですよ。普通出なかったですか。ここ数年前まではもう全然そんなもんもう買うっていう発想すらなかったですね。でも2019年にまあだから YouTube 始められて、はい、まあ M1 出たりとかはい、はい、2019年20年あれ21年ぐらいでぐわっと来たじゃないですか。はい、はいはいはい。であそこら辺でまあね多分 その収入増えたって屋敷さんおっしゃってましたけれども、はい、テレビ出るようになってまあまあはい徐々に徐々にです,ですけどであそこら辺で買えそうだったけどいやいやいやまだそのなんていうんですかその買う余裕が全然ないじゃないですかそのやっとこうちょっと増えてきたなっていう中でそんなすぐロレックス行くっていう発想にもならなかったしよ,ようやく去年ぐらいにって感じです。 いやだって正直なところ本当単独ライブ、まあ、ニューヨークといえば単独ライブですけれどもこの3年ぐらいずっと続けてやって、はいね、ラジオでも話した通りまり、あ、約1万2千人集められるじゃないですか全国で、うんはい、そんな人あんまいないっすよね。いや確かにそれはありがたいっすねでもなすかねやっぱねライブってね、うん、やっぱどうやらだいぶ金かかるみたいなんですよ。<laughs> <laughs> そのこう稼ぎの面で言ったら <laughs>、はい、そんなに別に効率よくというかそんなにドカッと稼げるものではないというかではなかったです、ねはい、いやなんかねあの始まる前にあちこちでインタビューお二人で出られてましたけれどもこれ、はい、ね一人5,000円で1万2,000円に入ったらすごいことになるわみたいなことをおっしゃってましたけれども、はい、そうでもなかったそうっすだから本当にそのねそのたくさん見に来てくださるのはありがたいですけどはいそれはもう本当に なんだろうもう本当にだから見に来てくれる人の笑顔のためにやってる,ってるみたいな感じで, <laughs> いやで全然もらえてないことないですけどリアルな感じリアルな感じの金額がもらえる、はい、うこんなかかるんだなぶってお金みたいなやっぱでも確かに思い返してみたらスタッフさんめちゃくちゃいるしなる全国で移動,と移動費とか、はい、宿泊費とかもかかってるしなと思ってそりゃそうかそんなもんか。 って考えるとちょっとロレックスとか買うのも今まで、はい、そうそうそうだから本当にもうはい、はい、でもまあそれ買ったロレックスこれは…興味がそこまでなかったなかったんですよねああ<ー>で本当に去年ちょっとやっぱラジオ内でも言いましたけど、はい、ちょっとやっぱなんかこう資産とかはい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 なんかこう投資みたいなものちょっと興味持ち出すじゃないですかその延長線上でちょっと時計はいいんじゃないかというとちょっと 仮想通貨よりは安定してる、はい、そう仮想通貨も僕やっぱ手出したんでそうですねそんでこう買ってみようとそういうでもいいじゃ買ったらちょっといいやっぱ実際テンション上がってかっけえなと思って、えー、ですよねはいちょっとしかもまあこれねあのご存知の方多いと思うんですけれども、はい、島津さんが選んだのはロレックスのエクスプローラー1の3 6ミリのコンビです。はいはい あのクロノスとか、まあ、広田が大絶賛して、あれです。いや、でも、広田さんに、この、さっきもね、大絶賛されたら、余計、あ、買ってよかったなと思いました。普通だからね、普通。金混ざったモデルじゃなくて、まあ、鉄だけのシルバーのやつ買いそうじゃないですか。選びそうじゃないですか。本当、だから、そっちがいいかなと思ったんですけど。そっちがなくて、こっちになりますって出てきたんですよ。いや、じゃ、まあ、こっちでいいやと思って。いや、でもね、いや、それ選んで正解だったと思います。それこそ、なんか。 まあ,まあまたそのそんなことばっかり言ってあれですけどまあ確かにな金も値段上がってきてるしなそう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 金は銀も入ってた方がいいんじゃないかみたいな <laughs> しかもまああれです多分レアになると思いますこれああなるほどはいあ<ー>間違いなくレアになるし,嬉しいですね、はい、でテンション上がりますねこうつけて,てそうでてよ、ね、りでそれを手にした後に買われたのがはい今手につけてらっしゃる JMT、はい、マスターズスプレートですスプライトです,トですしかもレフティレフティこれ本当とこれをほんに お気に入りですねなんか俺みたいなもんがお気に入りのロレックスなら偉そうですけどいやいやでも全然全然そうなんですよレフティー左利きなんでこっちに僕時計つけるんでこの左利き寄ってのがまたリューズがついて逆についてるタイプのでこのスプライトカラーとですよねしかもジュビリーみたいなちょっとラジオでも話しましたけどもエクスプローラー1もコンビだしこのレフティーもすっごい珍しい時計ですけどジュビリーちょっとキラリ要素入ってますよね 確かにでもなんだろうこれはなんかジュビリーでもかっこいいかなと思ってうん、うん、確かに普通のオイスタブがシンプルじゃないですか、うん、オイスタブスシンプルですねで逆にジュビリーでもかっこいいなと思ってでもこれつけてます普段。でも俺なんてやっぱまだ本当に全然なんて言うんですかクロートじゃないんでビビって週に1回ぐらいしかつけてないですあとどういう時つけるんですかこれこういう時まあなんか女子のいる場とか。<laughs> 一応つけでもなんか全然やっぱ偉いもんで何、はい、ていうんですかもはや高級時計持てってないじゃないですかな<い>ちょっともうこの令和の時代ないですないですないないだから本当に、なんていうんですかおもしだいぶおもろいっすよね時計って面白いと思うとのそのもろもろ込みで時計の世界ってその広瀬さんの前でこんな言うのもあるんですけど<や> 意味わかんないっちゃ意味わかんないで。で全然わかんないですよ。正直に腕時計って、はい。持てないですよ。めちゃくちゃな値段するし。するし。つけても別にるわけ持,て持てない。持てないし。全然そうですよ。だから究極のなあ、結構すごいですよね。そうかな時計。面白いっすわ。なんか,か自己満足としてはすごいな。なんか限りなく盆栽に近いみたいな感じです、ね。<laughs> なるほど。そう,そ,うそう。だから、それで、はい、たまに、なんですか、別に。ちょっとこう。 たまにつけて、でつけてる時はなんかちょっとここつけてるとやっぱこう。ちょっとテンションは上がってる気が、はいはい、がなふとした時にこう視界に入ってくると。テンションは上がってるかもしれないです。ですよね。<ー>だから。しますとね、ラジオでもお話聞きましたけれども、そんなに物欲があるわけでもない。そうなんですよ。本当にもうこれクッションしてるものとかもないですし、車も持ってないですし。 仕事がお好きってずっとね、おっしゃってますもんね。仕事しても、あと本当毎日お酒、お酒の、<laughs> 飲み食いだけにくらいなんで、お金使うの。あとまあ投資とかはしてるんですけど、はいはい、だから本当に。はい、時計はちょっと。ま、まあまあ、まだ二本目ですけど、ねはい、もう一本だけ欲しいなと思ってるんですよねそ。そのい、もう一本、もう一つ欲しいのが、まあラジオでお前、まあ、お話しいただいたデ、デイトナ。 ノー、はい、チラスロイヤルオークというですね。まあ、王道御三家みたいなところあーこれもだからまた高いですしね,高い,ですね高いなやっぱ時計って高いですよ正直意味わかんねいやっぱそうそうまああの手出ないやん <laughs> いやいや普通の方 <laughs> に働たれてなかなか手出ないですもんねでもまあねここはまあこのクラスはねぜひぜひ、非嶋佐さんには手にしてほしいなとそうっすねなんかそこもう一本 若手に,手に入れたいなっていう夢を与えるっていう点でもぜひここら辺はちょっと次にしてほしいな、ね、と思うんですよねちょっとはい時計もう一本欲しいなと思ってますそこの辺りでもまあねやっぱ外さないのさすがっすね何ですかその時計の選択がああ本当っすか、うん、あそれ嬉しいっす、うん、全然初心者なんでその詳しくはないんで全く全然こうなんか王道バンバンバンっていってる感じですねあなんだろう、なんか。 こういう言い方するとなんかちょっと誤解招きそうなんですけども、はい、良い意味でベタなるほどはい,はい、はい、だと思っていてあのその普通の人が考える良い時計みたいなものをこう バシッと選ぶっていうところはなん,かなんとなくニューヨークのネタに通じるものがあるかなってちょっとするんですよ。あ,ありがとうございます。そんな。いやいやめちゃくちゃその単独ライブというかネタをね動画見てくださってなんかそのネタごとをおっしゃっていただいてすごい嬉しいですけどねその感覚が何ていうんですかその外れないのがすごいみたいな、はい、言ってくださって、はい、それをすごいなんかそう言っていただいたのはすごい嬉しいですね。だからその。 嶋佐さんがロレックスつけたって普通にそれだけ聞くとなん,かなんとなくちゃお笑いの世界で成功を収めた人がロレックス買うって文脈に収まりそうだけどもだけども全然その本当に全くなんていうんですか別にその「俺売れたぜ、うん、ロレックス買ったぜ」みたいな気分に全然な, <laughs> なってないですし。ですよね。 買っっててみたまあそしたらなんかちょっとだけ分かることがあるじゃないですか、はい、買ってみたら。でやっぱり全然わかんない部分もあるし、はい、それを体験できたなってどね感じですね。ですよね。ですね。ですよね。だからまあんだろうそう島佐さんも屋敷さんもなんていうかその観察すごいされる人だから多分時計を手にして。 まあ、ぜひですねこれ時計オタクの動向とかもですねいつかです、ね、ネタにしてほしいなと思います。あーなるほど,買ったけど俺ね時計のネタって実はあ今思い出したあの、ね、YouTube とか上がってないんですけど、うん、めっちゃもう10年近く前の単独ライブでもう今だったら、まあ、いけるかな田舎の,、はい、あの若い20歳そこぞそぐらいの、はい、建設作業現場で毎日。 アルバイトから働いてるやつが、はい、そのバイ建設土木作業のバイト代でお金貯めてバシロンコンスタンチ買うっていう <laughs> 買いたいっていうコントがあったんですよ。はい。すっごい早くないですか？<laughs> 今思い出しました。どこにもないですけど昔のやつが。いやそれはちょっとそれまあまあ当時面白い設定かなと思って。はい、えーうん。いやいないよってその。 <こ>の <laughs> 確かに確かにあんまりいないかもしれないですね汗水流してその外の現場で金貯めて高級時計買うやついないよっていう <laughs> ちょっと面白そうですねそれっていうネタやってましたわめっちゃ昔あそれはちょっと見てみたいですね時計ネタしてました今広田さんに言われてそれはちょっとなんかあれ機会あれば見てみたいですね<ー>ちょっともう忘れもうセリフも何もどこにも残ってないから忘れちゃいましたけどいや早いっすねそう考えると。 時計はだから面白い世界だと思うんでぜひですねちょっと早いんですよね僕らってもう誰も言ってないあんま言ってくれないからここで言いますけど早い早いんですよ僕らってセンスがいいんでそれこそ広瀬さん言ってもらいましたけどそのセンスがねすごくよくてんかね全部早かったんですよねあのんだっけあれフラッシュモブとか結構早かったですよね大変するの。 今ひろゆきさんとかすごいブレイクしてるじゃないですかひろゆきさんの、ね、ネタをひろゆきっぽい人が結婚相手に娘の結婚相手に来たみたいな <laughs> もう結構昔に言てましたよ。ひろゆきさんは当時からいらっしゃいましたけど、はい、その45年後ぐらいにいろいろブレイクしてクは早いんですね <laughs> いや。時代がちょっと最近追いついてきたみたいな。 でも本当良よかったですよ売れてある程度売れてなかった本当こんな悔しいことはなくてまあそうですよねだからまあ本当だまあだから時代が追いついてきたかなって感じはしますそうかもわかんないですね言っちゃいますけど誰もあんま言ってくれないんで時代が追いついてきたしあとまあ早すぎたよかったです本当にそうですよねあとでもそれであとは感覚変わんなかったのすごいですよね多分んか ずっとだから昔やってるスマフ漫才もコントも、まあ、インタビューとかも一通り見ましたけれども全然変わってないっすよ、ね、めちゃめちゃ多分見てくださいそんなそうですねだからもう難しいところで、うん、もうこっから先毎年インタビューされてももう。 いう内容とかはも変わんねんだろうなと思いながら。まあ単独ライブに力入れますみたいない<や>ネタ大事ですみたいな,な。そうっすよね。なんかどうそうっすね。最近も時について、はい、みたいなお話させてもらったんですけどここから先は逆にそのもうあんまり何も言うこととかか、うん、変わってかなそうっすよね。うん。五年十年後も何も別に。 かかもももしししれれなないし、はい極端にガラッと変わるかもしれないけどもでもまあでもヒロミさん目指すのはまだ早いので <laughs> そのめちゃめちゃ YouTube で見てくださって幸せ芸人の筆頭にヒロミさん挙げてましたけどそれは早いだろうとまだそうですね確かにで個人的にだから、まあ、ちょっとそういう嶋佐さんに時計おすすめとしてやす、ね、ラジオの中で挙げたのが、えー、これかっこいいなオメガのススピーードマスターです、ね、あのー。理由はまあ明確でその。 定番であるってことが一つと、あとまあそのまあ時計これご覧になっている方、だいたい時計好きだと思うんですけど、スピードマスターって良い意味でベタじゃないですか。うん、王道なんですね。王道ベタ、うん、王道っぽいかっこいい。で、それってなんかニューヨークのそのお笑いのそのこう普通から外れないみたいなところにちょっと近しいのかな。引きって。はあ あれ本当だからあの感覚っってちょっとととすすすごいと思い思思ますよよず,ずれると思うんですよだから売れたりとかしてあ<ー>テレビ出たりとか「まあ、ラビット!」出たりとかいろいろやってるじゃないですか。何ですかねやっぱりこうそれもこの今の時代というかやっぱ昔の芸能界とちょっといろんないろんなところがちょっとまた違ったんでしょうね、うん、この今の芸能界が。なんか、うん、妙に 別に浮世離れしてなかったというかうか、ん、かそうですよねなんか別にこんなもんかみたいな、うん、だからどこ行っても基本的にスタンスが変わるまあそれ自然体って言っていますけど変,変え変われなかったですねそれは寂しくもある部分なんですけど変われなかった,かったあとその今の僕がこう出したタイミング的に年齢だったりとか そして今の昔と違う今の芸能界だったりとか、うん、それが合わさって全然変われなかったですね。でもまあ結果としてそれ良かった気がしますけどねまあそうっすね,ねだと思います正直なところ、うん、ある意味寂しくもあるんですけどいや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 そんなことないと思うんですけどねそうっすねでもなんかそういうスタンスは敬有だと思ってますし、まあ、だからね文春が選ぶこう好きなお笑い芸人でずっと。 トップを取り続けてる。まあだからまあいやいや、まあ、あの文春ねありがたいですけど変わったランキングですけど、ね、<laughs> 文春社員さんのみが <laughs> そうですよね投票できるランキングなんですけどでもまあだからそういう意味であえてこうスピードマスター一つはまあヌーウォッチともう一つはスーパーレーシングですねまあかっこいいですね、はい、シンプルででガチガチ使える時計ではあるのでこれは一つまあそのうちの選択肢の択肢いやでもオメガさんもこれ結構するんですねしますねしますオメガさんもするわ。 スピードマスターを120万普通のやつが超えるじゃすすごいわ腕時計って何に120万って話ですよねやっぱり高いやっぱりあっって僕もこれ仕事やりますけど高いっすよあと上がってますもんねそれ時計がもう昔と比べて上上ががっっててるるそれもありますしねんかそれもそのこと時計の世界にやっと飛び込めたのに昔と比べてめっちゃ上がってねえかみたいなそのこっちの かかかくいいいいいううううう芸能界を昔とと比べたらら給料下がってのにに、はいまあね、そここもなんろろ、ね、ありますすよねぐ冷静にさせられちゃ一応こういう雑誌でも変われないいんすすよね<は>い書いてますけどそう変えないえっ,つってで,もですよねでなんか。昔の芸能人っってもっと もらってたよな、そうですまあだからまあ確かに活躍した人いいっぱだからそこもんかこうリアルがね常にねあってやっぱ常に冷静にならざるをらない状況が多々あって変われないというかねこうでもまあんかブイいけないというか時計もブイブイ変えないしやっぱ一個立ち止まりますもんね。 うん、あなんかでも嶋佐さんの選ぶ時計ねなんかやっぱ手堅く選ばれていくんだろうなと思うのでちょっと次何行くのか個人的に楽しみですね、うん、いやちょっと本当に報告しますね、うん、ぜひぜひそれは次なんか行った時はこれ買いましたって廣田、ね、さんにはやっぱそしたらひょっとしたら嶋佐さんまたもう一回ラジオに出ていただくかもしれないのでぜ<ひ>どんな風に沼ってきたかみたいな話をちょっとですね確にお聞かせいただければ。 でもなんかそのバランス感覚がやっぱなんかなんかニューヨークだなって気はしました本当ですか、うん、あのこう止まるかなどっ,どっぷりせずにこう微妙な距離感を持つみたいな<ー> <laughs> それが多分観察眼の源かなって気はします <laughs> あ,ありがとうございますそんな言っていただいてとんでもございませんけれどもます、はい、さん,なんか最後になんかこうあのお知らせなどありますでしょうかあお知らせで僕らの YouTube チャンネルもありますし、はい、あとはオンラインサロンはい とかもやっててそっちも、はい、その中では見れないコンテンツその中でしか見れないコンテンツいろいろやってますんで、はい、よかったらぜひあと単独ライブの DVD ボックスです,、ね、ですよねもう発売してますんでこれはよかったらもう広瀬さんもすごいネタ褒めてくださってそうですね好きですもしあの時計ファンの皆様そうですねよかったら、はい、絶対にあのあ皆さんあのね大多数の方もご存知だと思いますけど、まあ、見ると「ああるある」っていうこう どこかしらあーっていうポイントが必ず散りばめられてるので、えー、ぜひですねご覧いただければというふうに思います。とうい,すいうことでえー、っとそうですねチックタックトーク今回のゲストはニューヨークの島佐さんでしたどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうでした。